あとは、この耳のあれがないといかんかも。吉田さんと亀戸さんの討論が聞きたかったけどね。ここに月と太陽さんも入ってくれたら楽しくなるかもしれない。まあ、でも実際、喧嘩してない、仲いいっすからね。そういや、でも月と太陽さんのコメント、はい、いや、コメントは、あ結構まあまあ、亀戸。あれもネタだと思いますけどね。どうなんですか、ね、そう、いやー、ネタだけど亀戸は面白くないんじゃない、ああ、なるほど、なるほど。カメドもでも初めから面白かったもんね。なんか、いきなり人生相談来たかと思えば、働きたくねえからの700万なんか大したことねえじゃねえかとか言って、そうですよね。梅ちゃん以来の衝撃でしたもんね。そうそう、結構面白いかもしれない、そのキャラクターが。からの高橋さんの気持ち悪い発言でまた怒って上がってきたんですもんね。あれ冗談なんだけど。そうですよね。そう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 。昨日変なやつが来てさ。あれ上がってこないな。もう一回上がってよカメラ。どうなってる。どうしたんでしょうかね。わかんない。ごめんなさい、落ちちゃいましてからで上がってこないじゃん。試してるのかな。だから、イヤホン付きマイクが言いますよね、多分。吉田さんどうやって喋ってる今。僕はそのイヤホン付きマイクを PC に挿して。あ、PC からやってるんですね。はい。そう、それができれば絶対入らないな。ないかもしんないな、亀戸マイクしか。でも YouTube を流さずにストリームヤードだけでやればハウランと思うんですけどね。そうですね。パソコンからパソコンから来てても来た来た。うん。YouTube を流さずにストリームヤードだけでやればハウランと思うんですけどね。あ、またハウっとる。カメトン。はい。ストリーム YouTube。携帯で YouTube 消してまずその YouTube どうやってやるんだろう。携帯で YouTube 消してまずストリームヤードだけで喋ってりゃいいと思う。YouTube のだからそれではコメント見れないけど知らない。それはパソコンで見るしかないコメント。あ、音消して。じゃあ今とりあえずパソコンの方消しました。どうですかこれで。うんうん、 OK。 わかんないんで、うん、今。ああ、本当ですか。OK です。コメント見えないですね。OK です。もし、しょうがないよ。いや、パソコンの方で音消してコメント見ればいいじゃん。うん。カメラ聞いてる？パソコンで。もう会話がなくなったら高橋さんの、はい。パソコンで音を消せばいいの、はい、パソコンの。で、文字は見えるでしょ、パソコンで。それやれば、問題ないですよ。で、もしちょっと会話なんなくなったら、高橋さんので申し訳ないけど、落としてくださいね、僕のこと。ああ、了解了解。はい、電波悪かったね。じゃあどうぞ、はい。それでは、マウントと YouTube に関して、はい、どうぞ。喧嘩はごはっと。マウントと喧嘩はごはっとにしよう。その、荒げてもいいけど、荒げすぎないことにしよう。あれ、ネタですもんね。記憶なくなっちゃったな。でもなんか随分、なんか、結構さん、僕に不満がありですね、なんか。ちょっと上から物言う割には人にそれやられるとすぐ怒るだとか、なんか僕をどっかの某配信者と同じような扱いしてるじゃないですか。俺のことはカメドン。いや、ケンコさん、もともと、ケンコさんは、もともと人いじる人なんだって、もともと。もともと、誰かを、言葉のマジックで、あ、音、音、言葉のマジックでこうやって、オッケー、言葉のマジックでこういじるスタンスなの、もともとそういう人だから、ナチュラルなもんだと思う。うん、そう、それで、カメロンさん、結構、あ、すいません。いや、大丈夫ですか。そう、カメロンさんも意外と、なんていうんですかね、その、ディスるじゃないですか、いろんな方を。うん。
だから逆に掛け合いに最初はなるのかなって思ったら、あ、怒るんだって反応だったんですよね。うん。いや、怒ってないよ。そのまま返しただけじゃない。その、怒ってないですよね。そうですか。いやいや、それぶち切れてはないけど、ちょっと向きになるというか。そう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 。例えば今も。怒んなくていいよ、亀殿。やめよう。喧嘩はなしだよ、うちのチャンネル。いやいや、いやいや、怒ってないけど、なんで二人とも俺が本気で怒ってたってことにしたいのかなと思って。いやいや、本気では怒ってないけど、なんかちょっと向きになってらっしゃるんだなっていうのは。他の人の反応とはちょっと違うっていうところからそういうふうな結果が出ちゃうんですよね。だって怒るも何も、僕怒るわけないじゃないですか。二人ともそんなに眼中にないし、マルキシ。眼中にないけど。眼中にない。もう、別にないんですけど。はい。相手にしてないと。ああ、ただまあ、いろいろとね、いろいろとね、結構、いろいろといい勉強させてもらって、本当感謝してますよ。お二方とも。僕は本当にそんな気持ちです。まあ正直言うと。出任せですか、また。いや、本当に、本当にそう思ってる、本当に。まあいろんなことに関して。いろいろ勉強になりますよ。なんで。まあでも、でも、YouTube のことに。はい。YouTube のギャグですよね。YouTube のことに関してはちょっと心外。うん。え？心外だなと思って。だって登録者数を見ても、はい、僕の方がはるかに上だし、再生時間で見ても僕の方がはるかに上だし、あれ始めた時も僕の方が上なのに、ネタじゃなくて、なんで健康さんごときに言われなきゃいけないのかなと思って、いや、ちょっと待って、いや、ちょっと待って、カメさん、あのね、だから、そんなに、まあ、もちろんだから、あのね、ネタがカメドンの方が明らかに伸びやすいネタで、であと、健康さん、多分、本気でやるつもりないから、まあまあ、そういう。いや、俺も別に、あんなの、1割とか5割、あ、5分ぐらいの力でやってますよ。うん、もちろん。まあ、まあ、そっか。まあ、2人、お互い、僕も数日前ぐらいかな、うん、1週間経ってないかな、ぐらいにちょっと動画投稿し始めて、うん、お互い100切ってるじゃないですか。そこでの上下って全く意味なくないですか。あ、やっぱりそこ細かくあるんですか、ちょっと上か下か。いや、ちゃんと見てくださいよ。数字は大きいですよ、僕の方が全然。81人でしたっけ。いや、もう、まあまあまあ。うん、あ、結構そこシビアなとこだったんですね。うん、すいません。あ、もう、はあ、なるほど。そういうのがあったんですね。まあまあ。いや、もう、だって僕だって高橋さんに言われたら、はい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 、アドバイス聞いて、ありがたく聞いて、やってますよ。はい。まあ、高橋さんは実績があるじゃないですか。で、だって、この100とか。え、何？じゃあ僕の8。はい。80とか、まあ僕は。だからそれはね、いつもないですけど。うん。あ、もっと評価した方が良かったですか。まあ、とりあえずその数字言ってから言わないとね、健康さんも。うん。と僕はどんぐらいだったかな何人ぐらいだったかなちょっと待ってください。見ますよ、じゃあ。僕30人です。何人ですか？健康さん。僕30人です。カメロンさん81人でしたっけ？ 30人。俺、初めて瞬間30人いましたよ。だから、どんぐりの背比べじゃないですか、お互い。そんな数字。だから単位が、もう桁間違ってる。だから、どんぐりの背比べも、どんぐりの背比べ。すいません、俺が勘違いしてました。ちょっとでも数字が立ってれば上とかあるんですね。これ。俺勘違いした。盛り上がった。ちょっと待って。ごめんなさい、カメロンさん。そこ大切だったんですね。いや、これね、ちょっと待って。これはやっぱり、YouTube 始めたばっかりだと、はい、やる気があるとこういうモードになるんですよ。あ、なるんですか。そう。やっぱ始めたばっかりで、これが5年ぐらいやってると、はい、浮き沈みがあって、はい、まあまあいろいろあるわなーでなるけど、やっぱ初めて3年ぐらいはちょっとね、このチャンネルに対する執着ってみんなすごいから、すぐみんな向きになっちゃうんですよ。すいません、俺それギャグかと思ってたんですよ、本当に。俺の方が先輩だとか上だとかギャグだと思ってたんですけど、そこ細かくあったんですね。もしもし、カメラ怒っちゃった。あ、怒っ、
ちゃいましたかね。電波が悪いんかもしれない。これ吉田さんとカメで NG ですね。これ共演 NG の。いや結構感覚全然違いましたね。いやだから吉田さんはいや俺はね、俺もいじられるの。カメドン、はいはいはい、電波が悪いんでしょこれ多分。カメドン。あ、今 Wi-Fi 来たんですけど、ダメですか？ああ、オッケーオッケー。いやいや、もうちょっと、とりあえずちょっと一回トーンダウンしましょう。これ以上進むと NG になっちゃうんで、共演 NG になっちゃってあれ。あ、ごめん、全然話聞いてなかった。話聞いてなかった。あ、音が悪かった。いやいや電波のことで一生懸命、うん、電波のことで一生懸命。いや、でもね、どんぐりの背比べっていうのは、まあ、そうだよね。少しでも背高い人の方から言う言葉だよね。そういうのは。うん、もうやめろ、マウントがさ、それは。いや、俺は別に全然、ね、下30だけど、もう、80も30も変わんないかと思ってたんですよね。うんうん、なるほどね。だから同期みたいなもん、要するに、だから同期みたいな感じ。あの、チャンネルも、初めて変わんないし、時期もそこまで。いや、だって、そんな、そもそも1000いかないと、ね、収益化できないわけだし。うん。ねえ、大してそんな差じゃないっていうか、誤差の誤差みたいな感じかと思ってましたけど、うん、いやその桁はでもあったんですね、やっぱ。細かくね。いや、俺の感覚あるだろうかな。高橋さんにちょっと聞きたいですね。何？いや、だから、カメドンは今、じゃチャンネルにプライド持ってやってるから、そういう時期なんですよ、多分。ああ、なるほど。ああ、俺のがチャンネルすごいぞ、みたいな。いや、じゃあ、真面目にやってる方っていうのは、本当にこの、近くても、うん、もう1でも2でも、うん、5でも10でも、ちょっと違かったら、やっぱそう扱わないといけないんですかね。うん、だから、対局で見たらね、まあ別に一緒なんだけど、はい、まあでもカメドンの方が多分再生回数が、総再生数が多いから、やっぱりそこを超えてから物を言えというカメドンさんの時期なんですよ、多分。なるほどね。これね、うちも僕もチャンネルを始めたばっかりの人っていうのは結構周りが多いから、はいはいはい、やっぱりチャンネルを始めたばっかりっていうのは自分のチャンネルをもう宝物のように思うんですよ、人間って。うん、なるほど。で、俺はあんまり思わない。まあ多少は思うけど、そこまで僕執着ない。いや、思っちゃうの、人間はみんな。いや、高橋さん結構それ強いんじゃないですか。いやいやいや、俺も認めてるから、もう自分の才能がいまいちだっていうのは数字で見たから、まあそれは受け入れなきゃいけないなと思って、才能がいまいちないんだな、俺はと。っていう認識でいて、それはもうだって数字だからさ、他に YouTuber みんなガンガン抜いてっちゃうわけじゃん。もうこれはだから自分が力がないから、変わっていけば追いつけるかもっていうスタンス。だ、俺とは考えてること逆かな。僕は逆に自分が才能があるんだけど、それを出し切れてないっていうのが、ちょっと、ねえ、もう引っかからない。ああ、もちろん、もちろん、もちろん、そういう、同じことだけどね。才能があるんだけど、動画の、要するに、なんていうの？その、まだ、まあでも始めたばっかりだからね、まだ。なんとも言えん時期だけど。まあ、初めて半年、一年経って、自力が試されるから。まあ、まあ、吉田さん、一緒に楽しみましょう。YouTube、そうっすね。まあ、僕は YouTuber という全く自覚がないんで、うん、宝物とか何とも思ってなかったんですけど、ね。でも、吉田さんだってさ、ここに登録者がさ、200人とか300人とかに言ってたらさ、そんなこと絶対言わないよね。その気になって、ほら見る、ほら見たことか、みたいなこと言うよ、ね。いや絶対。正直200で言ってたら恥ずかしいかなって思うし、あんまり増えすぎると、逆に参加しづらくなるから、僕だったら、うん、あんま増やすんだったら他のやつ作りますね。だから吉田健吾、吉田健吾っていうキャラを、1万人のファンを作りたくないってことなんだ、うん、吉田さんは。要するにもう、あんまりな吉田健吾で売れたくないというか、元から。いや、完全に趣味。うん、やっぱりでかくなると、こう、うん、高橋さんのチャンネルとかで遊ぶとかも遊べなくなるじゃないですか。自分のところの登録者さんがどうしてもついてきちゃうとか、って絶対起きるじゃないですか。うんうんいやでもそれはコラボでいいってことですよ、でもコラボレーション、それが。コラボレーションとかではいいですけど、やっぱり他のチャンネルに他の大手さんって絶対、あんまりコメント欄にも上がらないじゃないですか。やっぱトラブルし。あまあ確かに。いやただ、はい、うん、ただ例えば吉田さんが10万人いて、あの、はい、
来てくれた方が、吉田さんのファンも聞いてくれるし、それで俺もメリットがあるし、全然俺はありがたいことだけど。そうですね。でも10万超えたあたりから多分、遊びづらくなると思うんですよね。だからこう、なんか適当にやってるくらいであれ、あるような、その、アカウントなんで、やっぱ増やすと思えば他のアカウント作るし、それなんで別に200だろうが、そのくらいので何とも思わないっすよね。のと、あとあんまり、その、吉田さんの場合はそれで金稼いでやろうとか、チャンネルでかくしてやろうっていう思いがないってことだもんね、多分ね、元から。そうですね。うん。そう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 、そう。で、亀戸は立ち位置が違うから、まあ、結果、いや、月10万でも入ったらいいなっていう思いでやってるから、そこの、あれがちょっと感覚が。で、今度月と太陽さんも上がってきてね、今度チャンネル談義したら嫌な感じになっちゃって。だからその、なんて言うんだろう、感覚が全然違うってことがちょっと分かってなかったですね。カメドンさんが例えば200でもすごい、なんだろう、応募に俺がなるって言ったぐらいの価値が200でもあるってことですからね。いや、でもね、200って結構すごい数字で、これやってみては思ったけど、俺。まあ、確かに、大変だなと思います。俺、アキちゃんさんの700とか考えられないと思ったもん。正直な話。カメドン、それは、正直、その辺の数字は、5、6本、100万再生とか出ちゃったり、50万再生でもいいけど、パパって伸びる動画出たら、もう秒でいくから、初めだけよ、そのヒット動画が出るまで伸びないよって、その自利品だけど、一発50万再生、20万、30万って3本出れば、そっから一気にいくから。そしたらもうそれ波数になる。軽くヒット動画って言うけど、そのヒット動画も努力の賜物ですよ、苦労とか努力の。もちろん。人動画はもう、まぐれじゃない、絶対。700いったのはすごいと思いますよ。で、吉田さんさっきから話聞いてると、結構、上の方のこと語ってるし、見てますよね。やる気ないとなんか言っときながら。いや、だからもうずっと前から YouTube は見てるから、なんかその辺の感覚はわかるじゃないですか。桁っていうか、その桁の感覚。ああ、なるほど。その、高橋さんが始められた頃ってもう一桁二桁低かったじゃないですか。もう数万人いたらすごい時代ってあったじゃないですか。うん、そう、1万人がすごかった。そう、もう今10万人、100万人っていうか、になりましたもんね、うん。うん、そうそう、桁が増えてきた、今は。うん、だいぶ上がりましたよね。あ、ずっと見てるんだ、吉田さんは。俺なんか YouTube なんか見始めたの最近ですからね、本当に。あ、そうか。今までずっと仕事で。そっか。そう、なんで、今の感覚からいくと、もう100とか1000とかって比べる単位じゃなくなってきてるんだと、俺は思ってますよね。だって昔あれだよ、もう8年前か9年前は、今、はじめ社長いるでしょ。チャンネル登録900万人。あれが、チャンネル登録1000人がすごかったの、当時。そういう、あれですもんね。で、チーム1000っていうのを作ったのよ。要するに1000人以上のやつしかっていうグループ作ったの、はじめ社長がいろいろ、みんなで。そのレベルだったんだよ。だから1万人だとすげえって時代で、8年ぐらい前か、2013年、2012年ぐらいかな。で、そっからもう今はね、もう、視聴者数も増えたし。そうですよね。爆発的に増えましたもんね。そう、そういう経緯を見てると、で、見ててからの今の、その、なんていうんだろう、海外も見たりたまにするんで、桁見てると、ね、本当にだから、この、誤差なんですよね。そうだと思う。本当にって感じちゃうんですよ。いや、だからそこは亀戸さんと感覚が違いますよっていう話で、そうなんですよ。まあ、俺も冗談なんだけど、でもまあ、700はすごいと思いますよ、本当に。300とか。まあ、自分がやると、これ大変だなっていうのは実感しますけどね、確かにね。だって、俺がやるとしたら、狙おうと思うと、ちゃんと道具を買い揃えて、ちゃんと編集して動画撮んなきゃいけないから、本当、片手間じゃできないなと思いましたね。だから、簡単。俺でもカメドンが 5分とか8分ぐらいでいい動画を定期的にこれから半年1年作ってったら、カメの分野ってマジでバズるとき延々バズり続けるから、まあ、1万なんかすぐよ、本当に。の一発バーンヒット動画で100万再生が出るときがあるのよ、たまに。そしたら1万人なんかすぐ行くよ。できそうですよね。
本当に亀の、あの、爬虫類は。言語超えてますもんね。うん。あのですね、でも、やっぱし僕自身に、ちゃんと心当たりがある動画しか、再生回数はいってないんですよ。あの、ちゃんと喋ってる動画とか、真面目にやってないとやっぱしダメなんですよね、うん、本当に。すごい正直だなと思った。いやいや、カメラのその前に、あの、とりあえず自分なりの全力出さなきゃダメだから。それ当たり前だと思うんですけど。いや、当たり前、だから、その見てる人は楽しさはそれぞれだとか言うじゃないですか、よく。でも、本当にちゃんと、うん。いやいや、もちろん、パッと撮った動画がめっちゃ長さが面白くて爆発することもあるし、うん、適当に撮ったんだけどめっちゃ面白くなっちゃって、たまたま。で、バズる時もあるし、うん、まあ、一概に言えないけど、基本的にはやっぱり一生懸命動画作ってないとダメになってくるね。うん。うん、まさに俺が手抜きした、今の俺があるから。伸び悩むみたいな。手抜きばっかり、あと嘘、うん。俺も途中で大丈夫かなって今ちょっと思ったんですけど、ね、何が？いや、なんでもないです。なんでもないです。面白かったです、うん、今、グルシンさん。面白かった。ああ、なるほど。ああ、そうですよね。やっぱ真面目にやらなきゃダメですよね。ダメだと思う。で、俺は本当に、自分が伸び悩んでる原因が全部わかってるから、自分で。だって、編集って。いやいや、編集、手抜き、あと、本気で絶対チャンネル伸ばすって意識が弱すぎる。うんうん、まあいいだろう。だって遊びでやってんじゃないですか、高橋魚心のチャンネルは。まあ、カブラは。このチャンネルはね、そうそう、このチャンネルはまだ遊びでいいけど、そのカブラの方伸ばしたいけど伸ばせれないってことは、完全なミスをしまくってるから。いろんな面で。ああ、でもカブラ手抜き、うん、手抜き動画多すぎ。ちょっと、あれですね。ガサガサだけじゃちょっと無理だから、生き物系ですね。もうできること何でもやるよ。うん。これから生命を語っていった方がいいんじゃないですか、いろいろ。食べることの不思議とか、死ぬことの不思議とか。うん、子供が見てるって言うんだったら。まあ、ちょっと、まあ、頑張ります。はい。そういうの得意じゃないですか、でも、結構。うん、いや、俺はヒカキンみたいで行こうかなと思って。ヒカキン？ヒカキン？うん。イメージはヒカキンだよ。ああ、なんか、こう面白く、ちょっと子供相手に。そうそう、だから、楽しかったらいいっていう、あと見やすい、あとテンポがいい。で、マニアックなこともたまには言うけど、あんまり知識ないから。俺、子供の時野生の王国とか好きだったな。あれは面白かったよね。あれはもう、すごかったよ。吉田さんも見てました？野生の王国。野生の王国ってどういうやつでしたっけ？なんかテレビでやってたじゃないですか。そういう、なんていうか、サバンナのライオンとか。ああ、もうそういうの大好きですね。ああ、多分、子供の頃吉田さん、年変わんないでしょ、そんなに。いや、僕は、54年生まれです。だから、多分同じ野生の王国やってたと思うけど。やってた、あと、ムツゴロウ王国とかも見てましたね。うん。まあまあ、あれはちょっと規模が大きすぎるから、まあ、あれとして。まあ、ライオンが、ライオンに、あ、食べられるシマウマとか、そういうのバンバン映してましたもんね。まあ、だから、ああいうのいいんかな。カエルに食べられる虫とか映してれば。うん。あ、なんかアドバイスおじさんになってますよね。やばいな。カメドンさんのアドバイスおじさん、おもろいよ、あれ。あ、お母ちゃん。ですか。シマちゃんも同い年だった。そう、でも僕もああいうサバンナ系のドキュメンタリー大好きっすね。うん、ナショナルジオグラフィックっていうか、あっち系も大好物っすね。カメラさん、いいよ、マウントしていいよ、俺を、じゃあ。いや、いい。何その上からマウントしていいよって。いや、マウントし、マウントしないですよ。ちょっといいですか、うん、はいはい。そのカメドンさんはやっぱ面白いんですよ。僕に、うん、僕とその数十の差しかなくて、うんうん、俺の方が上だぞって言ってアドバイスするのは100万年早いなんですけど、うん、その数十万人の高橋さんに81人のカメロンさんアドバイスしちゃうんですよ、うん、この論理構造が面白いんですよ、うん、いやただ吉田さん俺何カメロン何いや動物飼育とか動物に関してのこと言うとまあ、俺の方が若干上かなと思ってんだけどね。いや、それはだって、俺、飼育のレベル低いんだよ。いやいやいや飼育のレベルは低い。そんなことないですよ。冗談冗談。いやいや、だって亀だってあれ、飼いたくないけど、お試しで、チャガイフとセムが取ってきたから、とりあえず入れとるだけやで、あれ。
とりあえずここ入れとけ言うて。あ、それあんまり愛情別に、うん。いや、だからカメドンと違うんだって。俺、カメに対する愛情ないから、カメドンほど。うん、いや、だからそこにカメドンさん。眼中にないとか。毒吐きカメドン。俺、だからビートたけしの本全部持ってるからね。あ、古本屋で全部買ってきて、全部毒吐したら影響受けちゃった、脳が。たけし自分も。じゃあもう20年前だよ。20年前に、めちゃめちゃ古い1970年代の本とか、古本屋で1冊100円とかで、たけしの本全部買ったのよ。なん結構読んだよ。10冊以上。それを読んだらちょっと影響受けちゃう。影響受けちゃう。俺はそこまでディープじゃないですよ。あそこビートたけしに対して。あ、そうなんだ。うん、テレビで見てた程度で。ああ。そっか。カブラのチャンネルが100万人。で、高橋魚人はいくつ目指してるんですか ?100 万人。でも無理だな。この数字。こんなことやったら無理じゃないですか、ちょっと。なんか気持ち悪いおっさんが集まってガチ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 って。真剣40代喋り場でもいいけどね。真剣、じゃあちょっと僕よりか、他の人に上がってもらって、うん、でもやった方がいいんじゃないですか。こう島田さんとかは結構知識豊富だし。いや、でもトークはカメドンが一番盛り上げとると思うよ。そうですね。ね、吉田さん。盛り上がるのはカメドンよ。誰よりも。そう。多少だって、そのさ、多少いじってもいいぞっていう、このキャパがあるから、絶対俺をいじらないでくれて手で来られたら、ちょっと気使うじゃん、うん、こっちも。カメドンが、うん。やっぱリスナーさんもいじりたくなるっていうか突っ込みたくなるんですよね。カメドンさんって、やっぱり。でも今日はそんでもないですね。多分月と太陽さんがいないからな。ああ、うん。いつもはめちゃめちゃ来るもんだよ、なんか。嘘。そういうの。俺のこと嫌いなのかなと思うぐらいバーって来るもんな。確かにちょっと俺も見てて、ちょっと言い過ぎじゃないかなと思って。あ、なんかもう、まあ、ボロカスだよね。まあ、あんま気にしてないけど、眼中ねえから。眼中ねえ。眼中ない出ましたね。僕が見てると、まあ、カメノさんは、言い返してるんで、イーブンか、逆にまあね、この表舞台に立って言っちゃってるんで、強いところは逆にあるのかなとは思いますけどね。でもまあ、そうっすね。でも言い返さないと、後で気になるでしょ、みんな。まあ一回さ、なんだっけな、トモロックさんに俺ちょっと言い返す言葉が思い浮かばないでそのまま流しちゃったら、後でなんか気にしてたみたいでメールとか来たからなんか悪いことしたなと思ったんですよね、その時。何も言い返さないで。トモロックさんがいい人すぎるんじゃん、トモロックさんが。大したこと言われてないんだけど、すげえ気にしてたみたいで。いや、ロックは腹黒いから、みんなと仲良くする。うん、あの、すべを覚えてるから、うん、そういうメンテナンスがうまいんですよ、多分、ロックさん。うん、ああ、でもちょっと腹黒いとこありますね、確かに。そうそうそう。全部、あの、敵作らないスタイルの人なんで。みんなとうまくやるね、すべを覚えちゃうんで。ダメ、ドンさん。もう大丈夫、寝てるから。全然大丈夫。ダメダメ。そういう話じゃないっすよ。腹黒いとか言っちゃって、もう。いや、俺じゃない、魚人さんが言ったんですよね。俺は納得しただけ。確かにちょっと言ってるところが、もう合ってる部分がね、かなり多い、魚心さんの話の、うん。カメドンさんも実は繊細です。俺そうでもないんじゃないかな。カメドンさんめっちゃ繊細じゃないですか。いや、敏感かな？敏感。あ、何考えてるかなっていうことに敏感かな？ああ、そっか。俺も繊細な方だからね、どちらかっていうと。繊細な方だと思うけど。そう思うでしょ、吉田さん、俺。そうですね。俺は結構感度高いと思うよ、はい、感度高いし、相手がどう、こういう歌を傷つくんじゃないかとかをすごい、高橋さん気遣われてるっていうのはすごく感じますね。繊細なんです、僕。で、カメドンさんは、言う割には、ね。あれですよね。なんで、なんか高橋さんのことは随分容赦するけどさ。ちょっと俺と高橋さん、年齢変わんないんだよ。なんかちょっと。年齢とかじゃないですよ。いや、だから俺だって人生経験積んでるよ、結構。うん。かもしれないですけど、だから、うん、その、やられて嫌なことって人ってあんまりしないんですよ。ああ。カメノンさんは、
やられて嫌なことするけど、されると怒っちゃうんですよね。怒ってない、説教されてるし、怒ってないけどな。怒っちゃうっていう、結構興奮するじゃないですか。もしかしたら無意識なのかもしれないですけどね。あれは、まあ表現豊かなのかもしれないですけど、ね、感受性豊か、うん。負けず嫌いなんじゃない、亀ドン。あ、いや、そうかな。でも俺、これ結構気遣っていろいろ言ってるつもりなんだけど、その悪口に関しても。あ、人からはそう受け取られるのかな。いや、本当にちょっと気になったんですよ。俺結構ギリギリのライン攻めてて、いつも結構心が痛いんですね、言ってて。あ、ギリギリの話したかなとか。いや、本当ですよ、マジで。ギリギリの、何ギリギリのラインって、人を落とそうっていう。いや、言い返すときも、こう、ギリギリのラインで、ラインで言ってて、あ、ちょっと俺言い過ぎたかなって、なんか、言われてるはずなのに自分がこう傷ついてきたりとか、ああ、なんかちょっと言い過ぎたかなとか。いつも気にしてるんですよ、僕。こう見えても。まあ、でもそれは、なんていうんですか、言い訳、言い訳ですよ。後の罰ですよ、うん。申し訳ないですけど。いや、もうやっちゃってるじゃないですか。何度も。そうなんですかね。なんかすいません、健康さん。ちょっと今まで迷惑かけて、申し訳ないです。全く大丈夫ですけど、でもなんかその、多分耐えないんじゃないですか、そういうトラブルが。ん？トラブルっていうか、こういう揉め事が。会社でもなんかそういう小競り合いがあったってこと、上の人とかさ、その部下とか。会社なんかもっと容赦ないですよ、僕。その立場が上だからでしょ、あなたが。いや、下のもんに。いや、だから立場が20年やってきて、それなりの地位があるから、後輩たちに厳しくしたってことでしょ。いや、よく20年間持ったと思うぐらいのもんですよ。僕、会社の中では。本当に。嫌われてたの、亀の。嫌われてたの。なぜ、不思議と嫌われ、そんなに嫌われないじゃないですけどね。ああ、まあまあ、人柄は、うん、いいから、そこまで恨まれないけどっていう。うん、ただ、もっと会社の方がひどいかもしれない。いい表現だな。かもしれない。島田さん、いいっすね。こっちは顔が見えないから心配になるんですよ。言ってて。ああ、確かにね。表情が嫌そうな顔なのか、笑ってるのかね。確かに。うん、なるほどね。まあ、僕、すごい、もっと、ちょっと深い話をすると、いいっすかね。なんかもう幼少期の時からの気がするんですよね。あの、もう俺のことをそんなに、ちょっと子供の時からとか、あんまり、ちょっと、まあ別に悪いとは言わないんだけど、ね。あ、やめときましょう。やっぱちょっと、でもあんま深いですからね、うん。ちょっと分析癖があるな、本当、吉田さんは。いや、僕、分析をするつもりはないんですけど、うん、なんかまあそのままそう感じちゃうんですよね。やっぱ俺、発達障害みたいな感じなのかね。やっぱ目立つのかね。発言とかが。いや、発達障害ではないよね、ぶっちゃけ。ただ、発達障害ではないと思いますよ。まあ、言いたいことを言って、ちょっと、まあ、人をバカにして笑いたいという、まあ、俺と一緒の性格というか。うん。やっぱそうだった。これをし続けるところに意味があるっていうか、もっと、その、さっき幼少期って言っちゃいましたけど、やっぱり、これをする意味がどこかにあるんですよ。いや、面白いか面白くないかだけだよ、本当に。もう、こういう風にしちゃうと、いい悪い関係ないんだよ。高橋さんも俺も。え？カメロンさんは面白いってことですよね。でも高橋さんはちゃんと、後でなんか考えるんだよね。放送切った後とか。いや、考えてないよ。いや、まあ、いろいろ考えてるんじゃないですか、やっぱし。で俺はちょっと、そうだね、俺ちょっとそうだね、吉田さんの言う通り考え少なかったかな、いろいろ。いや、だから、カメドンはさ、よいしょカメドンに変わったらいいんじゃない、その。すごいじゃん、ヨッシーみたいな。すごいじゃん、ヨッシーみたいな。とにかく、すごいすごいで、逆張りのカメドンで。それやると、今さ、今さ、カメドンはさ、48、俺より1個上で、今までのやり方やってきてさ、最高の出世はしなかったわけじゃんっていうか、最高の人生ではないでしょ、うおうさおうでしょ。だから、もうそろそろ変わる時期なんじゃない。俺もうほんと根っこから正直だから、よいしょしてると、必要以上によいしょしすぎて、バレちゃうんですよ、相手に。
いや、でもバレててもいいよ、よいしょしてくれてるんだなって。いや、いや、ちょっと皮肉になってくるんですよね、だんだん。よいしょが。よいしょが皮肉になっちゃうの。皮肉を悪口って言うんだよ。嫌味とかですか。そうそうそう、700万とかくだらねえこと考えてんなとか言って。いや、だから、その700万のことに関してはまた誤解ないようにもう一回言うけど、僕が散々言いたかったのは、うん、中身が肝心だって話ですよ。その中身って何なの？もう何度も言ったじゃないですか、それ。だから中身って、例えば、こう、詐欺で儲けても700万だし、人の命いっぱい救ったお医者さんだって1000万とか、そんなもん、うん、そういうことじゃないですか。うん。ね、悪いことやってもお金儲けるやつはいるし、いいことやっても大して儲からない人はいるじゃないですか。まあ一生懸命みんなの配達のために、こう、ああ、みんなが待ってる人のために、トラックでこう荷物運んでも、収入がそんなに、恵まれない人だっているわけじゃないですか。でも社会貢献度はそんな詐欺で700万で稼いでしてるからよっぽど上なわけじゃないですか。人の仕事ってそういうもんですよね。あ、どうなっちゃった？うん、その仕事、人の仕事、まあまあ、なんて言うんですかね、うんうん、だ人のためになってたりとか、うんうん、どんなに情熱燃やして YouTube やっても儲かんないやつはいるし、うんうんうん、でもそれでそう適当にやって、まあ、登録者100万人とかもし行くとしたら、別にそんなに俺は評価しないっていう話を、数字だけで俺は見ないって話をしてるんですよ。うん、俺はその人の情熱も見たいし、うんうんうん。そういうことを言ってた、何度も言ったと思うんですけど、なんか誤解されちゃうんですよね。うん、お金の話になると、うん。決して稼いでるやつが偉いと思わないし、全然。だから、カメドンから言うと、別に年収700万あっても別に俺は尊敬しないよって話だよね。中身、人間性とかで、中身が自分がすごいなって思わないと、別に稼いでるから何なのって話でしょ、うん、だからそうじゃないですか。700万って言われたって、うん、俺どころ何なのみたいな感じじゃないですか、うん、誰だって、うん。じゃないですか。あ、そうで、俺も別から、別に稼いでるから、人気があるから、尊敬するかっつったらまた違うからね。いや、うん、今の話は決して高橋さんをデスってるわけじゃないですよ。高橋さんは努力して、その地位についたの僕聞きましたから。いろんな仕事について、なかなか認められなくて、苦労して最後にたどり着いて YouTube で、もう後に引きないところで成功させたって話は聞いて、分かってますから、僕は。高橋さんもデスってるわけじゃないですよ、決して。今の話。いや、まあ俺もそれすらも超越してるから、亀の。ちょっとワンランク上の位置おるから。そうっすね。だからどうしたのって話なの、俺から言う。そうですね。うん、そうっすか、すいません。すいません。生命である時点でなんかそんなものに差はないっていうのは当たり前な話ですもんね、うん、ただ人間、うん、年収マウンティングやるでしょみんな。やっぱりサラリーマンは年収マウンティングやるじゃないですかみんな、うん、吉田さんも結構稼いでるじゃないですか。あの車ちょっと言っちゃまずいと思うんですけど全然稼いでないです。はい、前に買ったやつですからね。いや、でも買えないでしょ、うん、普通に、中古ですら。いや、誰でも買えると思いますよ、ローンを組めば、車っていうのは。ああ、そうか、まあもちろんローン組めば買えるけど、なかなか、いや、実は吉田さん稼いでるんじゃないかなと。いや、最近ダメですよ。厳しいですか？適当だし、そうですね、コロナの影響は結構僕はあって、うん、この先ちょっと心配ですね。1000はいけそうですか？どうでしょうね。もう厳しいかもしれない。この先はまあ本当に心配してます。ああ、そうかそうか。うん、そうですね。島田さんの年収マウンティングとかたまには聞きたいですよね。いや、そんだけしか稼げてないのみたいな。いやいや、頭が悪いからだよ。お前頭が悪いからだよ。みんなに島田さんが言う側ですか。いやいや、島田さんが言ってほしいです。島田さんの僕らに。そうですよね。お前らは稼ぎが少ないっつって。頭上がんないっすよね。いや、ただ分かんない。島田さんも全部不可視の可能性もあるし、分かんないけど、なんか金は持ってそうなオーラ。いや、でも、僕は金ってよりも、やっぱり自分の幸福度っていうか、お金と生活のバランスがいい人が、やっぱり一番いいじゃないかなと思いますけどね。そうそうっすね。そうそうそう、うん、別に収入なくたってね、ある程度自分が幸せを感じられる働き方で働くのがいいんじゃないかなって、うん、まあもちろんある方がいろんなことができますしね。
もちろん心配も減りますし、いいとは思いますけどね。なんか、いつの間にか、お金持ちが、なんか正義みたいな世の中になってきてません？最近。正義。うん、まあ、例えば YouTuber のヒカルとかが金持ちアピールしてすげえ人気者になったりだとか、昔は金持ちであること隠してたじゃないですか、うん、みんな。最近なんか違いますよね。まあ、憧れアイドルみたいな、プロ野球選手みたいなもんじゃない？年収何億とか。まあそういうものが逆に人気を呼ぶっていうのもありますよね。持ってるっていう パワーが魅力的に見えるっていうのもあるのかもしれないですよね。だから今の人たちはみんなお金を正しい方法で稼いでるんですかね。昔の人と違うのかな。え？あんまずるいことやってないかな。いやいやいや。だからお金が結構綺麗なものみたいになってきたみたいな話。昔は結構お金って汚いものみたいに言われてたじゃないですか。最近は、あれじゃない、この成功法でみんな稼いでんじゃないですか。よくわかんないけど。まあ感覚は確かに違うのかもしれないですよね。でも今貧乏人増えてるからあれじゃない。まあ俺も貧乏人だけどね。増えてるっていうか、そうそう、年々厳しくなってるみたいだから。貧富の差が。でも高橋さんのこう見てるとこ人たちは結構お金持ち多いんですね。わあ、そうでもないと思うよ。みんなないと思うね。吉田さんないよね、多分。いろいろだと思いますけどね。多分この島田さんぐらいでちょっと経営者っぽいのは。飛び抜けてます。そう。あ、でも他にもまあいるとは思いますけどね。けどみんな大体普通のね、年収じゃないかな。飛び抜けて、まあ400万、500万。ぐらいの人が多くて、多分。もしくはアルバイトの人とかニートの人も今、ね、ロムってるし。ニートもいますよ。これ15人ぐらいニート聞いてますよ、完全な。でも高橋さんの、その労働の努力っていうのはどのぐらいの評価されてるものなんですかね。ちょっと聞いたことないですけど。なんていや、もうちょっと聞きたいですね。なんか意味わかんない。もう一回言って。いや、労働の努力。労働化されるってことですか。どのぐらいのものを生み出してるのかなと思って。大したこと、まあ、そんな仕事してないからね。いや、嘘はなしですよ。まあ、何、どういうこと？労働能力？何を言ってるんですか。いや、努力。そう。いや、ゲストもげてる。いや、まあ。河野さん、そこはちょっと難しいとこがありますよ。例えば、その、時間とか、労働とか、はい。いやいやいや、まあ、じゃなくて、もっとアイデア的なもの、労働の努力、年収みたいなものはどのぐらいもらってんのかな、と思ってね。俺年収だから、あれだよ、今40万円で480万だよ、年収は。じゃ会社で聞いた方がいいかな。会社の売り上げは、まあ、言わないでっていう、あんまり会社内部のことをちょっと言えないけど、俺の年収は月収40万で、480万になってる、年収が。わかりました。もういいっすわ。大丈夫です。お金マウント取ろうか、亀丼じゃあ。取ってください、取ってください。バンバン取ってください。いや、みんな聞きたいと思いますよ、それ。すごい。いや、言うほど儲かってないのよ、本当に。言うほど儲かってないの。儲かったのは、4、5年前で。まあ、今年はちょっと儲かったけど、一昨年と2年ぐらいちょっとやばかった。赤字の時もあったしね。で、今、V 字回復してきたって感じ。ASMR とかか。